西村環境大臣はきょう、今日東京電力福島第一原発事故による福島県内の除染で出た土を東京新宿区にある新宿御苑で花壇の造成に再利用する実証試験計画を発表しました。熟土場の再生利用に関する理解情勢の場としてもですね活用したいと思っております。環境省は花壇は利用者が立ち入らない管理事務所に作るとしています。 しかし、周辺住民の理解を得られるかどうかが課題で、今月21日に住民説明会を開く予定です。